はい、今日はね雑談で撮ってます。今日昼間であったツイッターの話をねちょっと延長で、動画をね撮ろうかなと思って今撮ってるんですけど、レンズのね沼というか描写とかねその辺の話でね、私が思ってたのとちょっとちゃうなと思ったんで、まあ整理というかね、まあ記録のためにね撮ってますね。でその話っていうのはですね、レンズ選びってみんなどんな風に選んでますっていう話から始まって、で私はねそのレンズ沼ってみんなに言われてるのはこのクラシックレンズじゃないなオールドレンズっていうのをたくさん集めてたんですよ。でそれはね描写がためにいろんなレンズを買い漁ったんじゃなくて、もうほんまにジャンクを拾って直して喜んでたんですよ。でその上でもちろんその清掃したら綺麗くなるからどんな風に映るかなっていうのをやってきましたけど、この年代のあのレンズやからこっちを使ってみたらもっとこうなんちゃうかみたいなことは全く考えてこなかったんですよ。で、クラシックカメラもそうですけど、基本的には機械が触りたいからっていうのでね、始めましてね。で、もちろんそれなりに写真も撮ってきましたよ。で、そこから逸脱するとすれば、野鳥やね。野鳥は完全に改造して羽を出したいからって言っていろんなレンズを選んだり方法をやったけど、あれはちょっと特殊なんで特別として置いといて、でそれ以外で私はレンズを選ぶのに焦点距離とか明るさね、わかりますよね。で単焦点かズームかっていうので描写が変わるっていうのはなんとなくわかりますよ。そんなことはわかるんやけど、私が今回話をしている内容っていうのはですね、でこういう大雑把な、私が思っているのはレンズの大雑把な違いじゃなくて、みんなもっとねレンズ沼にはまってる本当の理由っていうのは、例えばね開放 F 値 2.8 から4に絞った時の5メーターからのあのボケがたまらんとかね、例えばそんな感じですよ。そんな細かい描写のことを気にしてレンズを買ってる人が結構いるってことに気づいて、でそれを求めてレンズの沼にはまっていってるっていうようなね解釈をやったんです。私はねツイッターを見る限りは、でなるほどなと思って、私の沼っていうのはまあちょっと違いますよね。なんか壊れてるもん直してイエイって言ってる沼にちょっとまあ多少はレンズを触ってみてどんな風に映るっていうのもやりましたよね。まあなんかレベルが違う話をしてんねんなと思って、でようそこまでみんな追い込めてんねんなってことに感心してですね、ほんでそんなツイートをしました。で私がねほんまにぶっちゃけて言うと、今撮ってますね XT20 に今ついてます 18mm55mm っていうね標準ズームレンズってやつです。もうこれだけでいいんですよ。これと例えば距離がまあちゃうかったら55-200 とか55-230 とかいうその望遠ズームレンズか。それがあって、その2本あれば24から200までのね、網羅できるんで、もうほんまそれでいいんですよ。それと違うっていうならば、やっぱりその明るいレンズがあれば、要はハイスピードレンズですよね。ISOを下げれるから撮りやすくなるっていうことだけですね。だから描写がもっとあの辺のあのレンズ、もうあと3万円出せば、あそこの綺麗なボケが出るぜとかって、そんなことは、マジで考えてないから、しょうもなかったんかなと思って、自分でね。ただでもね、私の中ではね、全然必要としてないんですよ。で、そこを必要とするようになったら、ようやくなんかちょっと一人前になれたら、ような気がするんかなと思ってね。で、その辺が、まあ、おそらくそうなんやろうけど、自分の中でも、いや、でも意外と結構こんなおっさんおるんちゃうかなと思ったので、今日はね、アンケートを取ろうかなと思って、この動画を回します。そのアンケートっていうのは、どんな風にレンズを選んでますか、選ぶとき、買うときのこう感覚やね、として、3つ選択肢作りますね。で、1つ目っていうのは一番いいやつ。一番いいやつっていうのは、そのパーフェクトな人ですね。自分の撮りたい写真が決まってて、撮ってみたけれども、いや、あのレンズがあったら俺の威力がもっと発揮できる。俺の写真はこんなもんじゃねえぜって買う人。かなりもう、ハードル上げてますけどね。まあ、そんぐらい、その描写のことを分かった上でレンズをちゃんと買ってる人ですね。まあ、まともな人というか、まあ、当然なんだけど、そういう人。それが一番目ね。で、二番目は、そういう風にしたいと思ってる。まあ、自分はできてないかもしれんけど、そういう風にしたい。あの F2.8 のあのレンズがあれば、俺はもっと表現ができるはずやと思って、まあ、確信を持ってというよりは、どっちか言ったら、まあ、なんちゃってじゃないけど、できてないかもしれんけど、俺もそれに真似したいなぐらいでいいですね。っていう人が2番目。で、3番目っていうのは私と一緒で、まあ、ぶっちゃけどっちでもいいかなって思ってる人。もうほんま、これでいいよって思ってる。もうこれって申し訳ないけど、めっちゃよう映るって思ってる人なんですよね。ほんまに、まあ、例えばこれがあかん理由を教えてほしいぐらいですよね。
で、まあ、これの目的は、まあ、私と、なんやかんや言って私と同じぐらいどうでもいいと思ってる人が意外と多いんじゃないかなと思ってね。こんだけカメラをね、まあ、機材いっぱいたくさん売ってて、メーカーさんが売らなあかんって言ってる時に、意外とどうでもいいって思ってる人がね、2割とか3割ぐらいいるんちゃうかなと思ってね。でそんなんを、ぶっちゃけですよ。これは名前出えへんからね。クリックしても名前出えへんから、いいですよ。皆さんちょっとぶっちゃけで、ポチッとしてみてください。もう一回言いますよ。一番目は、私の撮る写真が決まってて、で、それをさらに幅が広げたいとか、言うたらレンズの性能が足らん、もっといいのをくれたら、俺もっといい写真撮れると思ってて買う人と、で、その真ん中で、で、欲しいけど、そこまでレベルが達してないかもしれんけど、でもみんなと同じようなプロレンズ欲しいなと思ってて買うっていう人。ね。微妙な感じの人。と、私と同じように、いや、別にぶっちゃけどっちでもいいよっていうね。ズーム、標準ズームレンズだったらいいよっていう感じの人ね。この3択にね、しますので、ちょっとね、ポチッと参加してみてください。っていうね、それだけのこの雑談動画やったんですけど、まあツイッターでね、そんなんがありましたので。こういうね、細かいことって別にまあ、どっちでもいいんですけど、私の遊びの中で、こういうの聞いてみてね。うん。で、みんなも、あこんな風に思ってんねんなという人もおられるし、あそうそうそうという人も出てくれるしね。まあ、そんなための一つのね、動画になればいいかなと思いましたので、作ってます。ということで、皆さんね、参加よろしくお願いします。それでは、バイバイ。